俺の名は黄昏、東西平和のためオペレーションストリクスを遂行中だ。アンニャ、行ける気がする。ダメだ、間違いない。故に今回はより確実に、より直接的に採点前の答案用紙を改ざんする。問題はこの学校のセキュリティだ。後々学校側に疑念を抱かせるような荒っぽい手段も取れないしな。誰だあれは。あからさまに怪しいやつ。俺の名は東雲。依頼内容はとある生徒の答案用紙の改ざん。西の黄昏、東の東雲、どっちが一流スパイかってな。北東へ向かっている。まさか同じ目的で。あの無意味な動きは一体。バカ、この時間そのルートには巡回の警備員。明日連絡先聞くわ。なんなら次俺も。ごまかせた。実は人間の盲点を熟知した技術だったのか。すごいやつなのか。どうする、ね、おーい、バカなのか。誰かに気づかれたらどうするんだ。スパイじゃなく泥棒なのか。すまん、サッカー部。くそ、無警戒にズカズカと。これどう見てもあの守衛に扉開けてもらわなきゃ進めねえ感じだよ。おい、誰だ、こんな時間に何してる。 ID の提示を。え、 ID をお持ちでないならお帰りください。そう言わず頼むような。ちょっとだけ。え、これそこに落ちてましたけど、あなたのではないですか。新任のブラウンさん、これをお持ちなら入れますよ。ありがとう君。ん、こいつ手のひらに任務内容メモってやがる。冗談だろ。罠か、逆に何かの罠なのか。どうぞお通りください。助かったよ。ここか、第7保管庫。あれ、まさか番号を写し間違えたのか。この建物内にトイレはない。まったく、ご苦労だったな、マヌケが。1年の答案、1年の答案と。いや、このケースにも鍵が。よし、ミッションコンプリ。おそらくもう俺、黄昏を超えちまってると思う。ごめん黄昏。俺が何だって。終わったなら黙って帰れ。改ざんついでにエージェント東雲ってサインも入れちゃおう。おーい、スパイが率先して痕跡残すぞ。いや、すみません、僕は何も見てないです。口外しろや、この俺の活躍をよ。俺がいかに有能でかっこいいスパイだったかをさりげなく。壁をすり抜けたとか、弾丸を手で止めたとか。じゃあアディオース。結局何者だったんだあいつは。奴の雇い主はおそらくデズモンドの敵対企業か、性的といったところか。消された元の答案を判読し、筆跡をトレースして。兄弟二人とも優秀だな。特に兄の方は全教科ほぼ満点か。あーにゃあーにゃ、あった、これは。クビ、ちょっと待て。おーい、伝説の幕開けが。